インパクターズ、飛べ、合流確定の匂わせ、すべて解説。タッキー、平野使用、神宮寺雄太の退場時点での合流決定とその経緯。この記事では、インパクターズの合流についての詳細と背景を解説します。 特に、タッキー、滝沢秀明氏、平野紫耀氏、神宮寺雄太氏がジャニーズ事務所を退場する際に、すでにインパクターズとの合流が決まっていた事実に迫ります。これまでの合流に関するにおわせや情報源を引用し、ファンにとって魅力的なコンテンツを提供します。インパクターズ、とべ、の合流が確定していたことは、ファンにとって興奮の敵でした。 タッキー、ヒラノシヨジングージユータの3名がジャニーズ事務所を退除した際、合流がすでに決定していた経緯について詳しく見ていきましょう。まず、タッキーの退除についてですが、2022年12月26日にタッキーの退除が報じられました。また、キンプリの3人が脱退し、 タッキーが11月31日に退場していることから、インパクターズも退場として退場が決定していたと考えられます。さらに、2022年の7月頃には 2B のドメインを取得したとの情報もあり、合流がどの時点で決定していたのかは明確ではありませんが、 タッキーの新事務所設立の動きがあったことを考慮すると、合流は退所時点ですでに計画されていたのかもしれません。平野氏要もタッキーと同様に退所時点での合流が決まっていたとされています。インパクターズはタッキーの退社後、滝沢さんを追って退社した可能性があります。 そして、2023年5月25日にジャニーズ事務所を退社した際、インパクターズは突然のご報告となり、ファンに対して心配とご迷惑をおかけしたことを謝罪し、感謝の気持ちを伝えました。つまり、退所発表時点でタッキー、平野の使用、神宮寺優太の合流がすでに決まっていた可能性が高いです。 さらに、7月14日には生配信が行われ、滝沢さんの新事務所 TUBE の公式 YouTube チャンネルで、TUBE ライブの予告映像が公開されました。この動画には、滝沢さんを追って合流するインパクターズの元メンバーが7人登場していることが確認できます。滝沢さんもツイッターでこれを示唆し、ファンを喜ばせました。なぜ、飛べ、なのかについては、 タッキーのシャーシャーじゃ意味不明の単語のファンへの匂わせとして、ペルシア語のシャーシャー王を指す、と英語の女王、衝突や衝撃を組み合わせたものと考えられます。滝沢さんの匂わせはいつもファンを楽しませており、インパクターズのファンにとっても盛り上がる要素の一つとなっています。また、インパクターズの名前の由来についても触れておきましょう。 インパクターズという名前は、インパクト、衝撃と、アクターズ、俳優集団を組み合わせた造語です。メンバーは滝沢歌舞伎のオーディションで選ばれ、2019年から滝沢歌舞伎に出演してきました。ファンネームは、ピンキーであり、インパクターズのポーズは、小指を立てることから来ています。インパクターズとファンの約束として、小指と小指で指切りをしています。 大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。